今シーズンも3分の2以上の日程を消化しました B2 リーグ。昨年西地区優勝の香川は今日勝利して浮上のきっかけをつかみたいところです。一方去年は B3 優勝、現在6連勝中絶好調長崎。 B リーグ 2022-23B2 リーグ戦第24節、香川ファイブアローズ対長崎ベルカゲーム1を高松市総合体育館からお伝えしてまいります。今シーズンは西地区2位という成績を上げています現在の長崎です。一方昨シーズンは西地区優勝を果たしたんですけれども、今シーズンは苦しんでいます香川ファイボールズ。ただ今日明日とホームゲーム、そしていわゆる強敵の長崎を迎え撃つという形になります。さあ今日明日ホームでどういったゲーム展開見せてくれるんでしょうか、楽しみです。まず香川ファイブアローズのロスターからご紹介してまいりましょう。実は香川の方はブライトンがまあ怪我、そして筑波が脳震盪、アダムスが肉離れという苦しい中、ヘソンも B1 富山に期限付き移籍ということでスパイクスの契約が延長になりました。今日はご覧のようなロスターベンチ入りとなっているんですけれども、まあその中で背番号6番の3試合目スパイクス、どういった今日ゲーム展開を見せてくれるんでしょうか。一方のこちら長崎ベルカの今日のロスターをご紹介しましょう。この中で注目はやはり14番の高平です。一昨年まで実はこの香川ファイブアローズに在籍をしていました。昨シーズンは長崎ベルカは B3 でした。ですからこの高平にとっては今日の試合がいわゆる香川へのこう凱旋ということになります。この長崎でもキャプテンを務めている高平がどういった今日プレーを古巣香川のブースターの前で見せてくれるんでしょうか、本当に楽しみです。さあここまで香川の方は現在前節がまあ佐賀戦、1位の佐賀に連敗ということだったんですけれども、石川ヘッドコーチもなんとかここで上位相手に勝ち星を挙げて勢いづきたい、連敗をホームで止めたいという話をしています。一方の長崎なんですけれども、外国籍を中心に素早い展開を見せてきます。また果敢にスリーポイントを狙ってきます。まあですから香川としては早い第1クォーターの早いところでしっかり高得点を重ねていきたいところになります。さあこれからコート上では両チームのスターティングファイブが登場という場面を迎えています。今日明日いわゆるこう2位の長崎ベルカを迎えての一戦になりますが、まあ、前節が佐賀、そして今週が長崎、来週は越谷ということで本当に香川にとっては厳しい戦いが続きますけれども、なんとかここを乗り越えて昨シーズンのまた勢いを取り戻していきたいところです。さあそして場内のブースターを鼓舞しています。まあ、今日香川特に第一クォーターでどういった動きを見せてくれるのか、一方長崎の速いバスケットボールの展開も楽しみです。さあこれから両チームのスターティングファイブの紹介です。さあ大きな拍手に送られて両チームのスターティングファイブの発表です。さあまずホームの香川から背番号17番をつけました豊富な運動量の飯田亮です。そして26番小坂は12月25日以来のスターティングファイブということになります。さあそして今日も頼りにしています背番号32番のカエル・リチャードソン、このチームの精神的な支柱でもあります。背番号34番キャプテンの児玉、そして2試合連続のスターティングファイブ背番号93番の上田、以上が今日のスターティングファイブ、そして石川ヘッドコーチということになります。なんとか今
長崎戦に勝利してチーム浮上のきっかけをつかみたい香川ファイブアローズです。さあ今ベンチに戻ります。さあそしていよいよ現在西地区の2位長崎ベルカのスターティングファイブです。背番号2番の小針光也は今シーズン初めてのスターティングファイブということになります。そして背番号4番の狩俣、このチームの中心です。背番号5番のマット・ボンズ。さあそして2年ぶりにこの高松に戻ってきました背番号14番の高平、そして2試合連続のスターティングファイブは宇高健太です。チームを率いますのは今シーズンから前田ヘッドコーチです。この白いユニフォームが長崎ベルカ。現在西地区の方は佐賀が36勝7敗、それを2位の長崎が30勝13敗で追っています。さあそして今日はクルーチーフが高野光平、ファーストアンパイアが前原直也、セカンドアンパイアが砂川拓司です。さあ白いユニフォームが長崎ベルカ、そしてこちら香川ですが、香川の注目選手はやはり今映っています、一つ頭抜けています6番のナイジェル・スパイクスです。2試合の限定短期契約だったんですけれども契約が延長されました。まあこの辺りはヘソンの富山への期限付き移籍もあります。またブラントンのアキレス腱、そしてアダムスの肉離れ。今日はリースバーグも実はベンチには入っていません。まあですからこのスパイクスに期待がかかります。一方やはり長崎ベルカの方は背番号5番このマット・ボンズです。先発して平均 21.9 得点を挙げています。そして前節の奈良戦でも2戦で51得点をマークしているマット・ボンズ、まあ、ですから長崎としてはなんとかこのマット・ボンズ序盤からも得点を取っていきたい。香川のディフェンスはここをしっかり止めていきたいというこの背番号5番のマット・ボンズです。さあこれからティップオフの瞬間を待っています。こちらが香川ファイブアローズ、まあ、ですからこう負傷者も多いんですけれどもなんとかこう気持ちの部分切り抜けていきたい。一方長崎の方はこの背番号5番のマット・ボンズ。佐賀川崎西宮キャリアを重ねてきました。さあ今ゲームが始まりました。まず最初にボールを取っているのは香川ファイブアローズキャプテンの児玉です。右から左に攻めていきますのは黒と黄色のユニフォームの香川ファイブアローズです。いきなりスリーできます。決まりました。背番号17番をつけましたまず飯田のスリーポイントが決まりました。今シーズン70個目のスリーポイントになります。長崎は攻撃が早い速攻型のチーム、中も外も。最後は背番号5番、ここはやはり注意しなければいけません。マット・ボンズです。このマット・ボンズがシュートを決めています。小坂のファウルがありました。ワンショットが与えられます。フリースローの確率この試合までは 72.9% という成功確率です。ここはしっかりと落ち着いて決めました。香川がスリーポイントで先行したんですけれどもたちまち同点に追いつきました長崎ベルカです。さあここは最後14番の高平行きました。今日は高松に凱旋していますこの高平シュートを決めました。これで5対3長崎リード。児玉
右サイド、そしてそのまま上ら行く。あ、ここは最後マットボンズです。さあそして高平、2年ぶりに高松に戻ってきました。背番号14番の高平今日躍動しています。まあですから香川のブースターの皆さんにとっても、まあ、高平の活躍は嬉しいし、ただそれをしっかりこうやっぱり香川止めてほしいといういわゆるこう両方の思いがあります。今のシーンです。三鷹健太、4番の狩俣、さあそして児玉だ。まあ、この辺りはやはりこう長崎も速攻なんですけれども、香川の方も逆に今4点のビハインドというところで早く縮めていきたいところです。さあ香川ボールです。リチャードソン、ここはしっかり決めていきました。カイル・リチャードソン、7試合連続現在20得点をマークしていますこのカイル・リチャードソンです。また高平にボールがいった。この位置からここは内リバウンド、32番のリチャードソン、さあそして17番の飯田、スリーで来た。今日2本目のスリーポイント、これで通算71個目今シーズン。8対7、香川1点のリードです。なんとか序盤にリードしておきたい香川。ここは小針、今シーズンが初めてのスターティング5ということになります小針。 JR 東日本秋田ベッカーズから2月に入団をしています。実業団リーグからの入団になりました小針光也です。キャプテンとして今シーズンはこの香川を率います背番号34番の児玉。共にプレーをした香川、そして14番の高平です。そこから、ここは合わないリバウンド。さあリチャードソン、さあ速攻、最後はここは入りません。背番号5番のマットボンズ、この人がマットボンズ、前節の奈良戦では2戦で51得点をマークしています。今のシーンです。マットボンズのツーショット、この試合までの成功確率は 72.9%。 しかしここは合いませんでした。もうワンショット、リースバーグ、そしてブラントの姿が見えています。今日はですから外国籍の選手ではアダムス、リースバーグ、ブラント、そしてヘソンは期限付き移籍ということもあります。カイル・リチャードソンのみコートです。さあここは1点差、しっかりと得点を取っていきたい香川ファイブアローズ。カイル・リチャードソン、左に上田、その上田にボールを、そして上田がそのままいったが合いません。最後決まりました。最後32番カイル・リチャードソンです。7試合連続で20得点をマークしている好調のリチャードソン。張り股、右サイドから小針、リバウンドのボール児玉、左サイドから小針がマッチアップについています。そして左サイドから小坂、そして児玉に右に送っていく、スリーできた。ここは決めていきました。
93番の上田純喜決めていきました。さあ香川が13対9とリード序盤です。第1クォーター香川がリードすると非常にこう面白い展開になってきます。マットボンズここも合いませんでした。さあ上田この位置から決まりました。今日は上田も好調です。香川の攻撃陣第1クォーターここまで15対9です。ここで長崎がタイムアウトを取りました。現在長崎の方は6連勝中です。そしてなんと100点以上取ったという試合が今シーズンは9試合あるんですけれども、ここは最後落ち着いて上田が決めています。今シーズンはこの対戦は3度目ということになります。10月の8日9日ですから去年ですが長崎で行われた試合は90対81で長崎、95対74で長崎が2勝しています。ただちょうど10月の8日に行われました香川長崎戦では第1クォーターは実は23対18で香川リードという展開もありました。今日はここまで15対9と香川が6ポイントリードしています。こちら白いユニフォームが長崎ベルカ、昨シーズンは B3 優勝、しかも45勝3敗という成績で優勝してきました。圧倒的な B3 では強さを誇りました。3番の山本エドワードが入ります。去年は3ポイントで貢献しました山本エドワード。さあそして前節キャリアハイの15得点をマークした36番の榎田も入っています。さあここからしっかり決めていきました。14番をつけました久岡幸太郎。今日のスターティングファイブは2ガードではありませんでした香川。さあしかしマットボンズ、そして3番の山本エドワード、最後はマットボンズでした。エノキダからマットボンズ、6点リードの香川ファイブアローズ。なんとかこの第1クォーターしっかりと前半リードで迎えていきたいところ。パスはありませんでした。長崎ボールに変わります。さあそして長崎の方は17番飯田に変わりまして36番青山学院から入っています相原アレクサンダー学が投入されました。さあなんとかこのマットボンズを抑えたい山本エドワードに。アギラール最後は右から山本、これで3ポイント差山本エドワードです。ドリブルです。そしてここは追いつきません、合いませんでした。最後は相原アレクサンダー学に合わせようとしたんですけれども14番の久岡幸太郎、そのシーンです。そのパスが合いませんでした。長崎ボールは3番の山本エドワードです。36番好調の榎田、そしてまた山本にアギラール、山本さあ今度は速攻相原、合いませんリチャードソン、相原にボールを送ります。相原がこの位置からの、スイマーリバウンド、そしてボールを取ったのはマットボンズです。さあ最後マットボンズが切れ込んでいく、左サイドにボールを送ってアギラール、
そして3番の山本、山本この位置からのスリーはどうだ。これで同点に追いつきました長崎です。同点に追いつかれた香川がここでタイムアウトを取ります。17対17、同点に追いつきました長崎ベルカです。今シーズンからこの B2 リーグに加入しました。現在30勝13敗という成績で佐賀に次いで2位、6ゲーム差で佐賀を追っています。この山本のスリーが決まっています。この白いユニフォームが長崎ベルカです。長崎は去年は9月に西九州新幹線を開通しました。本当に長崎の町もこう市も一体になってこのベルカを応援しています。一方こちらの方は香川ファイブアローズです。昨シーズンは西地区優勝を果たしましたが、現在は西地区の最下位12勝31敗と苦しんでいます。残りなんとかこう17試合プレーオフ圏内に持っていきたいところです。長崎はジョーダン・ヘディングが入っています。背番号15番。さあそのジョーダン・ヘディング、ワールドカップはフィリピンの代表で4試合外れていました。スリーは決まりません。リバウンドのボール、さあ今度は速攻で香川です。同点、勝ち越したい。リチャードソン追い詰められました。最後ボールを取ったのは背番号6番をつけましたナイジェル・スパイクスです。さあそして香川の方は34番のキャプテン児玉が入ってきました。香川ボール、そのスパイクス契約延長になっています。児玉にスパイクスが手を挙げますが、相原、イジュ、あここはスパイクスが取る。そして最後リチャルソン、合いません。さあここはジョーダンヘディングです。長崎ベルカ2人が行っている。アギラール決まりました。スリーポイントはジョーダン・ヘリング背番号15番。シュート、ドリブル、パスと本当に完成度の高い選手です。さあ長崎が17対20リードを奪っています。ここは最後9番のアギラールが行きました。チームファールは3つ目、そしてアギラールの個人ファールは1つということになります。さあここはスパイクスのツーショットです。日本では8チーム目になりますこの香川。フリースローの確率、まだ香川では2試合なんですが 88.3% という成功率です。ここは落ち着いてしっかり決めています。契約が延長されましたナイジェル・スパイクス。あ、ここは決まりませんでした。背番号15番をつけています。ジョーダン・ヘディックスに対して24番のイジュ・タカヤのファウルがあります。
長崎ボールでの再開です。石川ヘッドコーチ、まあ、とにかくこの長崎に勝って浮上のきっかけをつかみたいという石川ヘッドコーチです。アギラールに、そして山本エドワード、スリーポイントも決めています。ジョーダンヘディングから、さあ最後アギラール、この位置から合いませんでした。アウトオバーンズは香川ボールになります。差は2点の現在ビハインドという香川です。第1クォーター、今日は外国籍選手1人というところで、どれだけ日本人選手が踏ん張れるか。右サイドに、さあそして相原、スリー決まった。相原逆転のスリーポイント。ここは山本エドワード、野口だ、そしてジョーダンヘディング、さあ相原がボールを取りました。香川です、フロントコート、そのまま決まった。いやー、相原が最後一人旅を見せました。いい形でここ第1クォーターは機能していますが、ここはレップ。山本エドワード36歳のベテランです。児玉には榎田がつく、そして相原スリーで来る。このボールを取ったのは山本エドワード、一旦榎田に、そしてフロントコートに入ります。ジョーダンヘディング、イジュが2つ目のファウルということになります。これは先ほどの相原の一人旅の場面をご覧いただいています。さあ1点ですが、香川がリードしています。第1クォーター、ジョーダンヘディング、山本に、野口、アウトオーバーズです。カラーボールになりました。23番、アウトサイドからも決めることができるという野口大輔。14番の久岡幸太郎です。3番の山本がつく。児玉に、この位置からスリー決まりました。児玉がしっかりとキャプテン、ここは決めてくれました。さあ小針がボールを持って、ここはブザーです。第1クォーターが終了しました。第1クォーター終了、香川対長崎26対22、香川がリードしています。香川対長崎のゲーム1、ここまでは第1クォーター終了して26対22で香川がリードしています。
今日は長崎の方はこの山本エドワード、第1クォーターで長崎ベルカの得点のうち8得点をこの山本が決めています。一方こちらの方は相原が今日はいいプレーを見せています。相原の方はこの第1クォーターは得点は5得点なんですけれども、一人旅もありましてしっかりとこの香川を支えています。第1クォーター終了して26対22、香川ファイバーローズが長崎ベルカを4ポイントリードしています。ですから本当にこう面白い展開になってまいりました。今日の香川対長崎のゲーム1です。とにかく一勝一勝を積み上げていきたいというこの香川なんですけれども、先週が首位の佐賀、今週が2位の長崎、そして来週は東地区1位の越谷といわゆる強豪が続きます。ですからこうしっかりとまず初戦を取りたいというこの香川ファイバーローズです。長崎ベルカの方は首位佐賀を6ゲーム差で追っています。背番号5番をつけました今日はマットボンズの戦いにも長崎の方は注目していきます。その注目の背番号5番をこちら背に向けていますマットボンズ、スリーも放ってきますマットボンズ。さあここは取った、相原、今日好調の相原です。小玉にこの位置からスリー、リバウンドのボールは14番の高平、2年ぶりのこの高松の舞台です。そのまま行って最後マットボンズか、アギラルに、アギラルがスリーできた、マットボンズもう1回、ここは粘っていきましたマットボンズです。アギラール、さあそして素早く送った小針、最後アギラール来た、どうだと言わんばかりのアギラール、ランクシュートを決めていきました。さあ第2クォーター振り出しに戻りました。なんとかここはまた香川の方はリードをしていきたいところ。大きく児玉にパスを送ります。その児玉、右サイドから来た、ボールが出ました、アウトオーバンズは長崎ボールです。さあそして長崎の方は9番のアギラールが退きました。早くもマットボンズが、ここはファウルがあります。背番号26番、イージュのファウルでしょうか、長崎ボールです。背番号2番の小針、しかしここは相原だ、さあ相原がまた行く、そして入りました。これでまた香川が2点リード、28対26。そして速攻はマットボンズ、小針へ、さあ児玉走る、中に入ってそのまままだボールを持つ相原、ここはマットボンズだ、マットボンズから小針、今日初先発、そしてマットボンズ、小針はどうする、どこへ送る、マットボンズ左サイドからリバウンドのボール、もう1回マットボンズ、バスケットカウントです。さあそしてリチャードソンが入ります香川です。
かりと決めました。さあこれでマット・ボンズは今シーズン998点ということになります。児玉です。強い当たりを見せるリチャードソン、強い当たりを見せていきましたリチャードソンです。さあそして児玉にボールが当たりました。1ポイントですが現在香川がリードしています。児玉に その今のファウルのシーンです。三鷹健太背番号27番、青山学院から熊本、そして今シーズンから長崎に移ってきました。あここは長身背番号32番、198センチ、リチャードソン、そして児玉からまたリチャードソンに、14番の久岡リバウンドのボール、さあ高平が取って4番の狩俣に送ります。左サイドにはボンズ、決まりません。さあここはまた相原が一人旅を見せるか、早くも14番の久岡左サイド、その左久岡に送る、右から相原、決まりません。ちょっと距離が短かったか。最後今4番の狩俣、リチャードソンが行っている、9番のアギラール、2番の小針、決まりました。小針光也、今シーズンの途中から実業団リーグからこの長崎に移ってきました。これでまた30対32、香川2点のビハインドになります。また追いつきたい、追いつきました。しっかりこうリチャードソンが決めていきました。これで32対32、追いつきました。マット・ボンズ決まりました。これでマット・ボンズ今シーズン1000得点ということになります。児玉から、あ最後しかしリチャードソン決めることはできませんでした。ホイッスル、背番号4番の狩俣が倒れました。その今のシーンです。34番キャプテンの児玉、チームファール、これで4つ目、個人ファールは児玉2つ目ということになります。飯田とそして上田が入ります香川ファイブアローズです。背番号17番の飯田、非常に豊富な運動量を誇ります。さあ2点リードの長崎です。マット・ボンズ、倒れ込んだのは4番の狩俣、93番の上田のファウルがありました。さあそしてここはフリースロー、狩俣ツーショットということになります。2ポイント差長崎リードですから、ここは差を広げていきたいという長崎。1回今小針が山本、狩俣に声をかけました。
さあここはブースター、香川のブースターがプレッシャーを耐えます。これで3ポイント差になりました。長崎のリードは3ポイント。児玉マッチアップには狩俣がついています。さあここで90秒のオフィシャルタイムアウトということになります。昨シーズンは圧倒的な強さを誇りました B3 での長崎、一方の香川も去年は西地区で優勝を果たしました。ただ今シーズンは主力の好調も故障も相次ぎまして本当に苦しいシーズンが続いています。長崎の方はこのマットボンズを中心に本当に攻撃力、破壊力ある攻撃を見せています。そして中からも外からもという、そして今シーズン988得点をマークしていましたマットボンズ、この試合で1000得点ということになりました。そして高平も2年ぶりのこの香川の舞台ということになります。こちら一番今奥に見えているのが高平幹事です。2年前まで香川ファイブアローズに在籍していました。まあ、この長崎ベルカの中では唯一の長崎の出身ということになります。長崎市生まれ、そして佐世保で育ちました。第1クォーターは26対22とリードされた長崎なんですが、第2クォーター逆転に成功しました。まあ、ただ差は3点です。香川ファイブアローズ、この後さあどう仕掛けていくか。今日明日とこの高松市総合体育館に西地区2位の長崎を迎えています。さあ第2クォーター残り4分55秒というところ、高平4得点をマークしています。そしてボンズがこれで12得点をマークしたということになります。気がついてみれば長崎ベルカの方は現在マットボンズがトップの12得点をマークしています。一方の香川の方はリチャードソンが8得点、相原が7得点という、さあそのリチャードソンからキャプテンの児玉マッチアップに小針がつく。この位置からスリー決まっていった。これで35対35、キャプテンの児玉が同点に戻しました。頼れるキャプテンです。2番の小針、今シーズンこれが初めてのスターティングファイブ出場ということになっています。しっかりと決まりました。これでまた2点勝ち越しの長崎、実業団リーグからこの2月に入ってまいりました。さあスリー小針、失礼児玉、リバウンドのボール4番の狩俣、そして2番の小針です。アギラール、そして狩俣ミドルの位置からもう1回、さあ今度はボンズ、しっかり決めていきました。マットボンズが決めました。今日これで2得点をまた追加しまして14点ということになります。必要に小針がついています。さあ井田、上田に左サイドから、さあ残りはあと3分26秒というところ、さあここで久岡と、そしてまた香川の方はナイジェル・スパイクスが入ります。山本とジョーダン・ヘディング、そして36番の榎田が入ります。
さあマット・ボンズにはボーナス2ショット、フリースローの確率も高いこのボンズです。この試合までが 72.9%。 ここは長崎としては少しずつ差を広げていきたいところ、一方香川としてはなんとかこのフリースローの後を食い止めていきたいというところです。今シーズンの1000得点もマークしています今日のマット・ボンズです。さあこちらは23番野口大輔入ります。久岡、飯田、そしてまた久岡に、最後はリチャードソン、強いアタックありました。オフェンスファウルです。リチャードソンのオフェンスファウルです。41対35、長崎のリードは6点差、6点リードしています長崎です。まあ、ですからこれ以上香川としては離されたくないというところですが、山本エドワード一旦ジョーダンヘディングに一瞬ボールを送りました。そのまま飛んで今度は左サイド、そして正面から23番の野口大輔、リチャードソンから上田、最後はリチャードソン決めていきました。これでまた4点差です。2位長崎を相手にここまでは善戦していますかが、ただなんとか同点にしてリードを奪いたい第2クォーターです。左からいいだ、えのきだ、アギラール、最後は上段ヘディングへというところですが取れません。スパイクス契約が延長されました。本契約延長、そしてリチャードソン、今日はリチャードソン好調です。さあここで長崎がタイムアウトを取りました。香川としては現在2ポイントのビハインド、39対41です。非常に前線はしているんですが、なんとか前半この第2クォーターリードで終わりたいというところです。現在西地区の方ですけれども、佐賀が36勝7敗長崎は30勝13敗です。一方の香川なんですけれども、6位に奈良が12勝31敗、そして7位が香川で12勝31敗と勝率では並んでいます。まあですからいわゆるこう降格圏内ということになってしまいます。なんとかこう今日の試合をまず勝利して弾みをつけていきたいという石川ヘッドコーチです。こちらがその香川ファイブアローズのベンチサイドです。こちらの方は長崎のベンチサイド、白いユニフォーム。今日は長崎の方はこの小針、そしてマット・ボンズ、得点を積み重ねています。第2クォーター途中までマット・ボンズ早くも16得点をマークしています。一方の香川の方はカイル・リチャードソンが12得点、リチャードソンの方は7試合で連続20得点をマークしています。好調です。32番好調のカイル・リチャードソン、昨年は岩手でプレーをしていました。さあ野口から、あっとこのボール取った、背番号14番をつけた久岡、右サイドに、そして真ん中上田が行く、あしかしここはボールが出ました、アウトオブバーンズ。
長崎ボールに変わりました。この表情です。上田ちょっとボールが滑ったんでしょうか、手につきませんでした。山本ボールの取り合いは香川です。佐岡からリチャードソン、野口が行く。しかしここはしっかりとリチャードソン決めていきました。さあこれでまた41対41、同点に追いついた。山本エドワード、長崎ボール、野口がここで来た。野口のスリー合いません。リバウンドのボール、さあここは香川が勝ち越しのチャンスを迎えています。リチャードソン、もう一回、これで香川43対41、逆転に成功しました。残り1分を切っています。山本エドワードからアギラール、そして左サイド野口、スリーはありません。さあ残り今30秒を切りました。6番のスパイクス、さあここで残り 28.9 秒、マット・ボンズをまた投入してきました。長崎ベルカです。マット・ボンズ、上田から、あスパイクスには合いませんでした。アウト・オブ・バンズは香川ボールです。さあここで第2クォーター残り 28.9 というところで、香川ファイバーローズが2回目のタイムアウトを取りました。こちら側が長崎ベルカです。昨シーズンは B3、 そして B3 では圧倒的な強さでこの B2 リーグ勝ち上がってきました。もちろん目標は B1 昇格ということになります。現在西地区は佐賀36勝7敗、長崎が追っています。30勝13敗、3位熊本が25勝18敗と、九州のチームが上位3チームということになっています。西地区です。さあここになんとか四国の意地、そして昨シーズン西地区優勝の意地、香川ファイブアローズ。佐岡からリチャードソンへというこの攻撃の流れです。香川ファイブアローズ、リチャードソン、ここまでは16得点を今日マークしています。香川が今前半最後のタイムアウトを取りました。さあ香川としては前半をなんとか、僅差ではありますがリードで終わりたい。43対41、香川のリードは2点です。現在43対41、香川ファイブアローズが2ポイントリードしています。前半第1クォーターは26対22で香川がリードしました。そして今第2クォーター、もう残り本当に 28.9 という場面を迎えています。残り時間が今 27.9 秒に修正されました。さあ第2クォーター残り時間は 27.9 秒、香川ボール、5秒バイオレーションがありまして、ここは長崎ボールになります。さあ長崎としてはこのチャンスを生かしたい。26番の小坂明久が入ります。香川の198センチ、日本人ビッグマンの小坂です。
3番の起点になります山本エドワードからマット・ボンズ。さあどこに送る、直接行くか、山本エドワード、このボールを取った、しかしボールが流れました、アウトオーバーンズ、香川ボールになります。さあもう残り 6.3 秒、ここで小坂を石川ヘッドコーチが今呼び寄せました。そして一言伝えます。17番の飯田亮、パワーボール、最後のワンプレーあるか、久岡、そのまま最後リチャードソン、決まりました。最後しっかりとここは耐えるリチャードソン、そして最後ここは6番のナイジェル・スパイクスです。ナイジェル・スパイクスしっかりと自分の仕事をします。さあこれで45対41、もうほとんど時間がありません。ただちょっと今タイムの方は19分58になってますんで、ここの修正があります。ナイジェル・スパイクス、今シーズン富山から短期契約で移籍をしてきたんですけれども、アダムスの肉離れ、そしてヘソンの、まあ、富山への期限付き移籍というのもありまして、さあバスケットカウント、ここを決めることができるか。45対41、今香川が4点をリードしています。さあ今タイムの修正が行われています。さあこのバスケットカウント、フリースローの後残り 0.1 秒ということになります。ここで第2クォーター終了です。第2クォーターが終了しました。香川対長崎、45対41、ホーム香川が4点をリードしています。さあ香川ハイボールズのマスコット審判の味方がさまざまな企画にチャレンジする審判チャレンジ in 高松総合体育館、本日は第1回目ということでマナヤンも応援に来てくれております。ではお任せします。はい、どうもどうも、審判くん、審判くん、審判くん、どこ真ん中、あそこ行った。さあどうもどうも皆さん、審判がフリース
さあということで審判官、早速フリースロー挑戦してもらいます。30秒間で何本入るかをやっていただきましょう。審判官うまいんだよな、なかなかな、できる審判官。あは、用意地外さないとな。よし、それでは準備できたら OK って言ってね。今なか OK。 それではスタート。あ、皆さん応援もよろしくお願いします。心拍全然決まんねえぞ。心拍大丈夫か、だんだん青ざめてきたぞ。みんなして打ちましょう。皆さんこんにちは、ロマファイブアローズ、U15 アシスタントコーチの菊池です。今回シンパー君が、シュートチャレンジするということで、ポイントは、ボールをまずまっすぐ、リングに向かって飛ばしましょう。シンプルにそこをまず、チャレンジして、頑張ってみてください。頑張れ。心拍君が30秒シュートチャレンジするということで、何本ぐらい入ったらすごいかな。5本ぐらいですかね。5本か、入れれるように会場の皆さん応援してあげてください。心拍の誠頑張れ。ニコボヤ、心拍君、あの今の VTR 見た？あの二人ほんと棒読みだよな。やばいな。心拍君、5本入ったらチャレンジ成功ということで、今日5本入ったらじゃあ何かしよう。なになに？いいの？じゃあ5本入ったら、今心拍君のタオル売ってるんだけど、心拍君のタオル1000円引きにするという。でも入らなかったら1000円引きじゃないからね。わかった？みんなのプレッシャーかかるからね。よし、じゃあ心拍君よろしく。準備してね。5本は結構難しい。あ、上脱ぎ出した。上脱ぎ出したの？ユナイテッドアーチャーズのみんなもごめんね、こんなの付き合わせて。ごめんね。よし、じゃあそれでは行きましょう。3、2、1、スタート。
決まりはいらないんだ。よし、シンパ君、じゃあ30秒チャレンジいくわなよ。もう一回、もう一回。よし、これで入らなかったらやばいぞ。さっき控え室で結構プレッシャーだったからな。じゃあいくわなよ、再びチャレンジ。3、2、1、スタート。惜しい、2本、3本、4本、おお、成功。シンパチャレンジを終了します。ツイッターでもシンパ君がさまざまな企画にチャレンジしていきます。ぜひ皆様ご覧ください。以上、シンパチャレンジイン高松総合体育館のお時間でした。
香川ファイブアローズ対長崎ベルカの一戦ですけれども、前半を終わりまして45対41で香川ファイブアローズがリードしています。さあ、それではここで前半を振り返ります。白いユニフォームが長崎ベルカ、そして黒のユニフォームが香川ファイブアローズです。まず飯田の今シーズン70個目というスリーポイントが決まりまして、香川がこのゲームは先制します。一方の長崎の方も速攻を仕掛けます。おととしこの香川でプレーをしました背番号14番の高平がしっかりとレイアップシュートを決めまして、これで2点、長崎がリードします。さあ、そしてその後ですけれども、このシーンです。別角度からもご覧いただきます。この上田の右からのスリーが決まりました。さあ、そして香川リードでなおもこの場面、14番の久岡幸太郎、これで17対9とリードを広げます。一方、今日は山本の方もいい動きを見せました。背番号3番の山本エドワードです。これで17対17、同点に追いつきました。さあ、そして第1クォーター、相原が躍動します。一人旅を決め、最後はレイアップ。さあ、第2クォーターに入っても一進一退のそれぞれ攻撃が続いていきます。ここはアギラールダンクシュートを決めていきました。さあ、そしてこの注目はなんといっても長崎の方はボンズです。このレイアップもありまして、長崎が逆転に成功します。ここはリチャードソン、
前半これでリチャードソンの方は16得点を挙げたということになります。もう一回リチャードソン、しっかり決めていきました。なおも香川、ここでスパイクスがバスケットカウントも得ます。契約が延長になりました。スパイクス現在45-41で香川が前半をリードしています。第1クォーターは26-22、そして第2クォーターが19-19、計45-41ということで香川が貴重な4点リードということでこれから後半を迎えようとしています。背番号6番をつけましたナイジェル・スパイクス、今シーズンといいますか日本ではこれが8チーム目になるんですけれども、2月の24日短期契約で D1 の富山から進んでまいりました。ただ故障者続出、そしてヘソン選手の富山への期限付きの移籍、アダムス選手の肉離れ、そして今日はワールドカップのアジア予選にオーストラリア代表として出場しましたリースバーグ選手もベンチには入っていません。故障者が相次ぐ中でこのナイジェル・スパイクスの方は契約が延長ということになりました。さあ一方の今日の注目選手マット・ボンズです。チームの得点王という形になりますけれども今日もチームを引っ張っています。前半は16得点を挙げています。さあ後半香川ホームチームが4点リードということでどういった展開を見せるんでしょうか。6ゲーム差で首位佐賀を追っています長崎に、現在降格圏内にいます。なんとかそれを抜け出したいという香川ファイブアローズは昨シーズンの西地区の優勝チームです。前田ヘッドコーチ、そして石川ヘッドコーチです。今度は左から右に攻めていきます黒と黄色のユニフォームの香川ファイブアローズ、右から左には白いユニフォームの長崎ベルカが攻めていきます。4点リードの香川、キャプテンの児玉、これはボールが出ました、アウトオブバーンズ、長崎ボールです。点になるのは背番号5番のマット・ボンズです。そして2番、今日初スターティング5という実業団から移ってきた小針、マット・ボンズにアギラールボールを持っています。一旦ボンズに、そして最後14番の高平、背番号14番をつけました高平、ここは上田のファウルがありました。長崎ボールです。一昨年までこの香川に在籍していました高平。さあここはマット・ボンズ、そして2番の小針、小玉がつく、右に4番の狩俣、そのまま行く、ここはしかし34番の今児玉にボールが当たりました。しっかりと32番のリチャードソン、マット・ボンズ初めてのファウルになります。香川ボールです。さあここはまた香川が後半第3クォーターチャンスを迎えています。リチャードソンに一旦左、児玉、最後は17番の久岡、決めました。最後は非常にフィジカルの強い14番の久岡幸太郎が決めました。2位長崎を相手に香川がここまでは前線しています。48-41、マット・ボンズ突破していく、
決まりました。児玉には4番の狩俣がついています。5点差、上良に。ここは高平です。高平から4番の狩俣、そしてマットモンズ。ここは速攻でした。長崎早い展開を見せました。48対45。さあこの第3クォーターは香川としては勝負どころということになってきます。久岡から93番の上良。ああここはしかし高平そのまま切れ込んで最後マットモンズに。マットモンズにバスケットカウント。これで48対47です。背番号17番の飯田。さあここはしかし48対47です。香川のリードは1ポイントということになりました。おととしまでこの香川に在籍していました高平から最後背番号5番をつけましたマットボンズです。前半マットボンズは16得点をマークしています。後半に入りましても2点を追加しています。こちらが長崎ベルカのベンチサイドです。これでボンズは20点ということになります。奈良戦でも2試合で51得点をマークしましたマットボンズが今日はここまでは20点を挙げています。今日の注目選手背番号5番のマットボンズ、そしてこの香川に2年ぶりに姿を現しました背番号14番高平です。さあこれが決まれば48対48同点ということになります。さあここはしっかりとマットボンズが決めまして試合を振り出しに戻しています。ここからまた得点を取っていきたい香川ファイバーローズ。93番の上田リチャードソンに。この位置から上田、これはいません。リングに当たりました。さあアギラール4番の狩俣、そして2番の小針。17番の飯田から今ボールが34番キャプテンの児玉、そして小坂からまた児玉です。最後はリチャードソン。リチャードソンが行きました。これでまた50対48、頼りになるリチャードソンが決めてくれました。さあ高平には17番の飯田がつきました。香川ボールです。一昨年まで香川に在籍をしていましたこの背番号14番の高平、長崎出身ということもありまして去年からこの長崎ベルカに移っています。寺間がマッチアップには小原がつく。リチャードソン、アギラールついて、ああここはしかしアギラールボールを取りました。小原、今日は小針もいい仕事をしています。最後アギラールからマットボンズ、一旦後ろに小針3で来る。リバウンドのボール高平が取る、そしてアギラールへ。アギラールがここから3合いません。さあそしてリチャードソン、香川がここからの反撃になります。上田、最後上田がそのまま行った、入りません。さあ逆にマットボンズ、
フロントコートに入る、そしてそのまま行く、あ、決まりません。ここは激しい速い攻防が続いています。リチャードソンが落ち着いて、しかしリバウンドのボール、アギラールから背番号4番を最後つけました狩俣正也、沖縄県出身狩俣。マットボンズ、小坂が行く。ここはしかし香川も激しいディフェンスを見せています。さあここでナイジェル・スパイクス入ります。そして36番をつけました相原アレクサンダー学も入ります。一方長崎の方は27番ウィタカ・ケンタが入ります。202センチ、体格を生かしたプレーに期待が集まります。この人です。15番のジョーダン・ヘリングが入りました長崎です。14番の高平がアウトしています。さあそして長崎の方はファウルがありましたのでアギラールのツーショットです。このツーショット2つ決まればまた50対50ということになります。ここまでのフリースローの確率、成功確率は 43.6% というアギラールです。もう1本、そして香川のブースターがプレッシャーを与えます。与えます。あ、2つとも外しました。さあここは香川がチャンスを今度は生かしたい。14番の久岡幸太郎、狩俣がついている。バウンドパス上田、そしてスパイクス、トラベリングがあります。長崎ボールです。マットボンズには上田がつく。そして右サイドから浮高健太、アギラールがボールを抑えました一旦。そしてジョーダンヘディング3、決まりました。3ポイント長崎決まって逆転、51対50。3ポイントで長崎が逆転に成功しました。さあここは相原どうする。自分で行きました。決まりました。相原学、高校時代は全国制覇を果たしました。さあここで相原のワンショット、1ポイントのリードになりました香川ファイブアローズ、52対51。さあこれでまた2ポイント長崎を引き離しました。マットボンズ一旦後ろに、アギラール、スパイクスがつく、ボールが流れる、アウトオーバーンズは長崎ボールです。これ以上首位佐賀に引き離されたくない2位の長崎、一方降格ラインを脱出したい香川ファイブアローズ、本当にそれぞれにとって大切な今日は一戦になっています。4番をつけました狩俣正也、27番の板垣健太、リバウンドのボール36番の相原に一旦後ろに、そしてリチャードソン、リチャードソンが行った、入った、リチャードソン決めました。背番号32番のカエル・リチャードソン、今日は長崎を相手に頼もしい戦いを見せてくれています。
さあそしてバスケットカウントはカイル・リチャードソンワンショット。ここはしっかりと決めていきました。とにかく今日の勝利を浮上のきっかけにしたい、そう話しているシカヘッドコーチ。さあこのボールスパイクス、スパイクス、スパイクス、最後はダンク、スパイクス、ナイジェル・スパイクス、今日注目の選手の一人です。さあこれで56対51としました。香川ファイブアローズです。とにかく今日は両チームともに気持ちの乗ったプレーが目立っています。あそして手作りのこれは応援の画用紙ですかね、各選手を書いています。今日は高松市の高松市総合体育館からお送りしていますけれども、まあ、ホームで今日明日強豪の長崎と対戦します香川ファイブアローズ、ブースターもたくさん詰めかけています。その中今ハーフタイムということでタイムアウトを取りました。タイムアウトということで、まあ、それぞれのベンチの表情をご覧いただいています。34番の児玉の背中が見えています。ここからスパイクス契約を延長、しっかりこのダンクを決めていきました。日本では8チーム目ということになります、33歳のナイジェル・スパイクス。このところの香川も本当に中盤まではこうリードするゲームはあるんですけれども、なかなか勝利をつかむことができません。そういった意味ではこの2位の長崎を相手にここまでは素晴らしい勝負を展開しています。一方の長崎、現在は6ゲーム差で首位の佐賀を追っています。長崎ボールでのゲーム再開、4番の狩俣、14番の久岡がつく、マットボンズ、ここもしっかり相原。さあそしてそのまま持ち込んでリチャードソン、最後のボールは長崎になりました。ジョーダン・ヘリング背番号15番、アウトオーバーンズボールが出ました。このジョーダン・ヘリングもワールドカップのフィリピン代表で4試合を欠場していました。今日はこの36番相原アレクサンダー学、いいプレーが目立っています。4番の狩俣、5番のマットボンズ、最後は決めていきます。スリーポイントをしっかり決めていきました狩俣雅也。4ポイント差、香川がまだリードしています。14番の久岡幸太郎、4番の狩俣がつく、相原にボールが当たる、左には上田、まだボールを持って、あここはシュート届きません。マットボンズ、そして4番の狩俣、左サイド15番のジョーダン・ヘディング、ジョーダン・ヘディングの3が決まって、さあ1ポイント差、長崎。ここが踏ん張りどころという香川、ボールが出ました。アウトオーバーにして、ここは長崎のボールになります。最後は2人がかりでした長崎。そしてジョーダン・ヘリング、この位置からスリーポイント決まりました。長崎逆転に成功、60対58。さあここは早く追いつきたいスパイクス、スパイクスがシュートを放つ、リバウンドのボール15番のジョーダン・ヘリング取る、
エノキダからまたジョーダンヘディング、遠い位置からのスリーはナイジェル・スパイクス、そして相原にボールが当たります。スパイクス、今度はリチャードソン決めた。60対60になります。同点に追いつきました。追いつかれありません。32番リチャードソン、相原に手を挙げた。右サイドには上田だったんですけれども、ホイッスル。さあここで山本エドワードが入ります。長崎ベルカです。60対60。ただ香川としても粘りを見せています。逆転されればすぐ追いつけるという今日の香川ファイブアローズ。一方の長崎の方は3番の山本エドワードを投入しました。マット・ボンズ、そしてジョーダン・ヘディング、このボールしっかりとボールを取りました。ここは香川ファイブアローズ。ジョーダン・ヘディングのファウルがありました。香川ボールで再開です。さあここは36番の相原が起点となって、そして14番の久岡幸太郎にボールを渡します。久岡のドリブル、リチャードソンから14番の久岡、そしてスパイク2、一旦久岡に返す。スパイク2、ここで決めた。頼りになります。ナイジェル・スパイク2決めました。これでまた香川が勝ち越して、そしてバスケットカウントも得ています。いやー、ここは頼りになります。ナイジェル・スパイクス、日本でのキャリアが光っています。今シーズンは B1 の富山でもプレーをしました。ここは合いませんでした。しかしスパイクスがそのまま取って、しっかり決めていきました。リバウンドのボールをまた自らが決めていきます。これで4ポイント差。ジョーダンヘディング、マット・ボンズにアウト・オブ・バンズは長崎ボールですが、ここは第3クォーターもディフェンスでも香川の方も粘っています。64対60。好調の榎田からジョーダンヘディング、そのまま行く。あ、しっかりここは香川、あ、しかしこれはパースが長すぎた、追いつけませんでした。スパイクス、32番のカエル・リチャードソン。ただ第3クォーターも時間がなくなってきました。ここまでは香川が4ポイントリード。強豪チームの長崎に勝利して残り試合の浮上のきっかけにしたい、そう石川ヘッドコーチは話します。さあ残り時間がありません。マット・ボンズ、そのままスリーで行こうとしたところだったんですけれども、さあここのボールの取り合いはどうだ。香川ボールになります。もう残り第3クォーターもほとんど時間がありません。64対60、香川のリードが4ポイント、64対60です。長崎ボールになりました。さあここはもう残り時間が 2.8 秒というところです。
ここで26番日本人ビッグマンの小坂が入ります。 2.8 秒の残り時間、さあどうディフェンディングするか小坂。3番の山本エドワードの前に立ちふさがっています。マットボンズ、この位置からのスリー決まった。スリーポイント決まりました。しかしまだ1ポイント香川がリードしています。第3クォーター終了しました。64対63、わずか1ポイントですが香川がリードしています。さあ第3クォーターを終了しまして64対63と香川のリードが1ポイント、ただ香川が1ポイントリードしています。さあここは本当に第3クォーターも行き詰まる展開だったんですけれども、最後はブザービート、しっかりと長崎が得点を入れています。まあ、第3クォーターは香川が19点、そして一方の長崎の方が22点となっています。今日は契約が延長になりました。このスパイク数しっかりと自身の仕事を果たしています。一方ここは最後の場面でのムザンビート、さすがやはりこの辺りはマットボンズという感じがします。64対63、さあいよいよ第4クォーターを迎えます。これがファイナルクォーターになるのか。ただ10月8日に行われました香川と長崎の初戦はなんとオーバータイムにまで持ち込まれたというゲームでもありました。さあ第4クォーター、ただじわじわと長崎得点を増やしてきています。ジョーダンヘディングからアギラールへのボールでした。24番の伊集高谷にファウルがありました。ここはマッチアップします。伊集高谷、さあそして長崎のボールは山本エドワードです。ジョーダンヘディング、マットボンズも中に入る。ジョーダンヘディングがパスをして、ここはマットボンズへというところだったんですが、64対63、スパイクスへのファウル、スパイクスのファウルがありました。さあここはまたマットボンズのツーショット、ここで長崎が逆転できるか。ああここは決めました。これで64対64、さあもう1本あります。大きな大きなプレッシャーを与えています香川ブースター。決まりませんでした。さあもう一回チャンス、マットボンズから山本へ、アギラール左サイド、伊高健太、アギラールここからスリー
さあ今度は逆襲なるか。64対64です。イジュから32番のリチャードソン、そしてイジュスパイクス、まだボールを持っているスパイクス、振り向きざま、しかしここはリングに当たりました。アギラール上段ヘディング、そしてアギラールから最後山本、そしてマット・ボンズ、マット・ボンズ2人がかりで行く。最後取ったのは長身背番号6番のスパイクスでした。相原が中に入ってこようというところ、スパイクスからリチャードソン2人がかりで行きます。ここは香川がチャンスを迎えました。ジョーダンヘディングのファウルです。3つ目のファウルになりました。32番ここでカイル・リチャードソンのツーショット。フリースローの成功率はこの試合までが 78.9% というリチャードソンです。ああここは決まりません。やはりリチャードソンにも大きなプレッシャーがかかっています。祈るように見つめます、祈っています。香川ブースター、ここは決まりました。これで65対64です。今日は外国籍の選手がまあ欠場、ブラントはアキレス腱、そしてアダムスは肉離れ、リースバーグもワールドカップのアジア予選オーストラリア代表だったんですが今日はベンチには入っていません。わずか1ポイントのリード香川。長崎最後マット・ボンズ左サイドからこのスリーは合いませんでした。さあ逆襲イジュ、背番号24番のイジュです。相原にボールを送る、そしてその相原どうする、自分で行く、あしかしリバウンドのボール、5番のマット・ボンズ、この人の流れを取りたい香川ファイブアローズ。さあそのマット・ボンズが行く、ここはしっかりと決めていきました。これでまた長崎逆転、66対65、わずか1ポイントの差ではありますが長崎リード、両チームともに勝たなければいけません。リチャードソン、トラベリングバイオレーションでここは長崎ボールになります。3秒以上ボールを持ってはいけません。さあここは5番のマット・ボンズがどうする、そのまま行くか、行きました。マット・ボンズがそのまま行って、そしてバスケットカウントも得ました。香川はここまで第1クォーター、第2クォーター、第3クォーターとリードをしていたんですが第4クォーターに逆転をされました。マット・ボンズのワンショット。今日のゲーム1、香川対長崎は本当に1点を争う好ゲームになっています。前田ヘッドコーチ、さあこれで2ポイント差になりました。ディフェンスの意識はしっかり持ちながら、さあ香川積極的に攻撃を仕掛けていかなければいけません。スパイクス、36番の相原にここはファウルがありました。バイオレーションがありました。さあここで香川の方は34番の香川と93番の上田がコートに入ります。36番をつけました
相原ベンチに戻ります。そして24番の伊地もベンチに今戻りました。さあここは香川の方はいわゆる司令塔児玉を投入してきました。2年ぶりのこの高松の舞台、高平。さあその児玉、4番の狩俣つく、リチャードソン、児玉に、児玉がシュートを放つ、決まった。しっかりとスリーポイント決めていきました。これでまた1ポイント差、69対68、長崎のリードは1ポイントになりました。1点をめぐる攻防、ここは27番豊健太、U18 では日本代表でもありました。さあスパイクスからリチャードソン、どうする、そのまま自分で最後は行く、しかしこれは合いません。リバウンドのボールになりました。ただファウルがありました。さあここはわずか3点の差です。さあこれで長崎のファウルがありまして、27番の豊健太が退きました。背番号5番をつけました、またマットポンズが入ります。そして23番の野口も入ります。リチャードソンにはツーショット、なんとかこのツーショットを成功させて差をこう1ポイントに縮めたいかがです。ここまでリチャードソン、この試合までが 78.9% という成功率です。おー、しっかり決めます。まずここでスパイクスと握手も交わしました。さあもう1ポイント決めることができるか、祈るような思いです。香川のブースター手を合わせます。ここはブースターの祈りは通じませんでした。しかしスパイクスがまだボールを持っている。この位置からスリーだ、どうだ。今度は9番をつけましたパブロ・アギラール、長崎チャンス。高平、リチャードソンつく、アギラール、そして高平、スリーの構えから中へ入ってそのまま決まりました。2年前までこの香川ファイブアローズに在籍をしていました高平、恩返しとばかりの2得点を決めています。さあこれで4ポイント差、差を縮めておきたい香川です。6番のスパイクス、ここはファウルがありました。カウントはされません。オフェンスファウルです。ナイジェル・スパイクスのオフェンスファウルです。長崎ボール。さあ第4クォーター。残りはあと5分22秒。そして4ポイント差ということになります。アギラール、さあどうする。スパイクスがついている。野口に、ここは長身。196センチ。野口決めました。さあここは6点差、第3クォーターまでリードを保っていた香川なんですけれども、リチャードソン、スパイクス、アギラールがつく、そしてここはシュートしていこうというところ、アギラールのファウルがありました。B 番の川崎から移ってきましたアギラールのファウルです。さあここで第4クォーター残り4分45秒というところでのオフィシャルタイムアウトになります。香川と長崎現在75対69、長崎のリードは6ポイント6点となっています。第3クォーターまではリードを保っていた香川ファイブアローズ、しかし第4クォーターに逆転を許しています。
今日、そして明日とこの高松市の総合体育館で行われます香川ファイバーローズ対長崎ベルカの一戦第24節です。こちらが香川ファイバーローズ、外国籍選手アダムス、リースバーク、そしてブラントを欠いています。ヘソン選手が B1 富山に期限付きの移籍、そしてスパイクスの契約が延長になりました。さあ残り4分45というところで、どうこの6点差を縮めてくるのか。今日はキャプテンの児玉も、そしてカイル・リチャードソン、相原といった面々がこの試合チームを引っ張っています。さあスパイクス、今フリースローの一旦構えを見せています。今日のスパイクスは9得点を挙げています。そしてリチャードソンが今日のチームでは25得点ということでナンバーワンです。さあここはリチャードソンツーショット、フリースローは今日4回チャンスがあったんですが成功は1回というスパイクスです。もう1回今フォームのチェックを行いました。リングを見つめています。ここも決まりません。強いプレッシャーがこのスパイクス、この試合まではただ 88.3% という成功確率もあります。まあ、2試合という数字ではありますが、ここは決まりました。さあ香川も70点台としました。75対70です。チームキャプテンの高平、そしてマット・ボンズリー、最後はアギラール、決まりました。アギラールのスリーが決まりました。これで8点差、78対70。第3クォーター終了まではとにかく香川リードをしっかりと守っていました。ただ第4クォーター、ここは長崎の攻めが光っています。23番の野口大輔のファウルがありました。長身196センチ野口のファウルです。さあここは香川ボールです。チャンスを作れるか香川ファイブアローズ。スパイクスにボールを渡す。チームファウルは長崎5つになりました。背番号23番の野口。さあそして児玉にツーショット、ここは児玉が確実に決めておきたいところ、しっかりと成功させました。この試合までは成功率 76.7% というこの児玉、チームキャプテンの児玉です。圧倒的な豊富な運動量、スピードがあります。そしてそして奥様もしっかりと今手をたたいて児玉選手のプレー見せています。さあこれでまた6ポイント差、ここをしっかり守りたい香川ファイブアローズです。ここはしかし児玉にファウルがありました。チームファウル、ここは5つになりました。背番号34番児玉のファウルです。そして今クルーチーフを含めまして、ファーストアンパイア、セカンドアンパイア確認作業を行いました。
14番をつけました高平。今シーズンのこの試合までのフリースローの成功率は 64.7% です。一昨年までこの加賀ファイバーローズでプレーをしていました背番号14番、機動力のあるドライブには定評のあります高平。2年ぶりのこの高松のコートということになります。今日はクルーチーフ高野光平さん、そしてファーストアンパイア前原直也さん、セカンドアンパイアは砂川拓司さんです。さあそして今一方長崎の方は前田ヘッドコーチを中心に輪ができました。そして今その輪が解けました。背番号14番の高平、長崎市出身ということで去年からこの長崎ベルカに入りました。ただ一昨年まではこの高松市総合体育館を舞台に活躍をしていましたが、ここは入りません。一昨年までのホーム、その高松で高平がプレーをしています。さあそしてその高平に大きなプレッシャーを与えています香川のブースター。児玉がつく、高平についた、あーここはファウルがあります。という感じの香川ベンチです。キャプテン14番の児玉、4つ目のファウルになります児玉。そして香川のベンチにもテクニカルファウル宣告されています。あちょっとこの辺りは児玉としてはというところもあるでしょう。第4クォーターは残り3分40秒となっています。6点差、本当に大きな局面場面を迎えています今日の香川ファイバーローズ対長崎ベルカの一戦です。ともに一昨年はこの高松がホームでした。この今の児玉のファウルを取られたプレーをご覧いただきました。一方の高平にとっては2年ぶりのこの高松への凱旋ということになります。第3クォーターまでは64対63と香川がリードしていたんですが、この第4クォーターで逆転に成功しました長崎、78対72、6ポイント差をつけてのリードです。こちら香川ファイブアローズのベンチ、外国籍選手のまあ故障も相次いでいます。スパイクスが契約を延長という形で今日もコートに立っています。リースバーグはワールドカップのアジア予選にオーストラリア代表として出場しました。今日はベンチには入っていません。ロスターという形ではありません。さあここで長崎には1本のフリースローが与えられます。テクニカルファウルが香川に宣告されています。差を広げるチャンスになりました4番の狩俣、しかしここは外れました。香川のブースターからは今大きな拍手が起きています。さあそして高平のツーショットになります。一昨年までは応援される側でした高平、この小さな拍手は逆に高平の勲章です。香川ブースターのプレッシャー、それを跳ねのけ高平が2本決めています。80対72、80点台に乗せました。さあ残り時間は3分32秒、スパイクス
リチャードソン。あ、ここはファウルがありました。今シーズンただ平均で90点を取っているという長崎を相手にここまで80点に抑えているという表現でもいいかもしれません。香川ファイブアローズです。さあここは香川にツーショット、背番号32番をつけましたカイル・リチャードソン。2014年から日本でプレーをしているんですが、昨シーズンは B3 岩手、今年はこの香川に移ってきています。あ、ここは今ちょっとため息が漏れました。7試合連続で2桁得点、そして今日も25点ここまで決めていますので8試合連続20得点以上ということになります。このカイル・リチャードソンです。ここは大切な局面、ただまだボールは香川ボールです。ここはしかしリチャードソンへの児玉からのパス合いませんでした。長崎がボールを取っています。マット・ボンズ、マット・ボンズから4番のカリマタ、そしてまたマット・ボンズからカリマタに、そのマット・ボンズゴール下一旦返す4番のカリマタ、カリマタが決めました。カリマタが決めてこれで10点差になりました。2桁の差になります。ここで残り2分46秒香川がタイムアウトを取りました。思っている以上に長崎というのは速いスピードでどんどん攻めてくるんだ、ディフェンスの強度をどれだけ高めることができるかというのは試合前の児玉キャプテンだったんですけれども、ただ本当に第3クォーターまでは粘り強いディフェンス、そして攻撃を仕掛けてきました香川なんですが、この第4クォーターは逆転をされまして今2桁の差をつけられています。82対72。先週が佐賀、そして今週は長崎、そして来週は B1、B2 東地区1位の越谷との対戦となりますこの香川ファイブアローズ。ただこの難局を乗り切らなければいけません。昨シーズンは B2 西地区の優勝、今シーズンはただまだなんとかこう踏みとどまりたいというこの香川ファイブアローズです。黄色の T シャツに身を包んだ香川のブースター、その香川に手拍子もありまして声援を送っています。背番号17番の飯田、そしてこの人は36番の相原。さあ2桁の差をつけて長崎、ここは上田、相原、17番の久岡、このスリーは決まりません。残り2分30秒長崎ペースでこの第4クォーター展開されています。カリマタからマット・ボンズ、相原が追っている。ここはマット・ボンズにファウルがありました。さあここは相原にボーナスツーショット。残り時間は2分21秒差を縮めたいという相原、ここはしっかり決めました。ここはしっかりと決めてくれました。ここも決まった、大きな拍手が起きています。ハンカチを振っているブースターも見受けられました。さあこれで8点差、マットボンズには4番のカリマタ、そしてまたカリマタにマットボンズにオンパスを送りました。この位置から、おお、ここはストライク取る、
さあスパイクスが速攻で上がってくる。上田右サイドからのスリーは、決まらない。9番をつけました。パブロアギラールがボールを取りました。アギラールがボールを取っています。さあそして今ボールを持っているのは4番のカリマタ。相原がついている。マッチアップ相原。マットボンズ左にはアギラール。ショットクロックバイオレーションがありました。24秒ルールがあっています。さあ残りあと1分24秒というところ。香川のビハインド8点。一段と残り時間1分25秒に今訂正されました。手拍子が大きくなりました。高松市総合体育館です。そのまま相原が持ち込んで最後ゴールへ。しかしアギラールがボールを取ります。そしてマットボンズにボールを追っています。さあ中へ入った。14番の高平。相原がつく。相原が粘り強くマッチアップいったんですけれどもファウルを取られました。そのシーンです。高平には相原がついています。さあここはボーナスツーショット、しっかりと決めました。アウェーの長崎、少ない拍手なんですけれども、ただそれはやはりこう高平にとっては勲章でもあります。一昨年まではこの香川でプレーをしていました。今度は逆に香川のブースターからはプレッシャーの大きな手拍子。さあ時間がない。リチャードソンから相原、上田に、そしてスパイクス。ゴール下の攻防は9番のアギラール。カリマタからアギラール。刻一刻時間がなくなってきています。マットボンズ、さあなんとかもうワンプレー。ここで取った。スパイクスがボールを取る。しかしここは長崎のボールです。ここでまたファウルがありました。飯田のファウルです。4番の狩又のフリースローです。さあここで長崎の方は27番の三鷹健太退きまして小針光也が入っています。4番の狩又ツーショット。さあ第4クォーター着実に得点を重ねてきています。長崎ベルカ、ここはまた10ポイント差になりました。7連勝なるか長崎。これで11点差になりました。さあ残りあとワンプレーワンショット。相原、リチャードソン、入らない。ここで試合が終了しました。長崎7連勝、香川は3連敗。第3クォーターまでは粘った香川だったんですが、第4クォーター長崎の猛攻の前に敗れました。これで長崎ベルカは7連勝、一方の香川ファイブアローズは3連敗ということになりました。まあただ本当に第3クォーターまでは香川ファイブアローズも粘りに粘りました。そして第3クォーターまでは64対63ということでリードを奪っていたんですが、第4クォーターは長崎ベルカの猛攻がありました。
第4クォーターで22得点を取りました長崎ベルカ。一方の香川ファイバーローズの方は長崎ベルカの前に第4クォーターは10点ということになりました。結局85対74で長崎ベルカが勝利しまして、これで長崎は7連勝、一方の香川の方は3連敗ということになりました。さあ、そして2年前までこの香川でプレーをしました高平を中心にしまして、まずその長崎の選手が手を振って応援に応えました。そして高平の最後の手を振ったこう感謝のこう印には香川ブースターからもこう大きなこう拍手も送られていました。さあ、それではここで敗れましたがホームの石川ヘッドコーチのインタビューがあるようです。さあ、終わったばかりでまだ整理できていないと思うんですが、今日も本当に非常にいい戦いでした。最後少し足りなかった部分、今日のゲーム振り返ってお願いします。はい、本日もありがとうございました。本当にあと、明日この10点これをどう覆すかっていうところだと思ってます。明日しっかりと勝利をこのホームゲームで連敗ストップをしたいと思ってます。また明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。石川一ヘッドコーチでした。さあ、続いてですね、皆様、高松三越プレゼンツアローズナンバー3の抽選を今行います。エントリーしていただいている方、今からですねスクリーンに、当選番号を出していきますので、ご自分が当選していないかご確認ください。さあ、今日はですね、まず一つ目100のくらいですね、の数字をアンガスお送りしてまいりました。香川ファイバーローズ対長崎ベルカの一戦ですけれども、第4クォーターに長崎ベルカが22得点をマークしまして逆転、85対74で長崎ベルカが勝利をしまして、これで長崎の方は7連勝、一方の香川は、前節が西地区首位の佐賀、そして今週が長崎ということもありますが3連敗ということになりました。さあ、この後はですね、今日の両チームのハイライトシーンなどもご覧いただくわけなんですけれども、やはりこう香川にとりましては今日はアダムスの肉離れ、そしてリースバーグ選手もワールドカップのアジア予選から戻ってきて、今日はロスターには入っていないということもありました。ただスパイクスの方が契約が延長ということで今日10得点をマークしたんですけれども、結局力及ばず香川ファイバーローズ敗れました。ただ本当に長崎の速い攻撃をしっかりと第3クォーターまでは粘りまして、1点リードということで第4クォーターを迎えたんですが、第4クォーターで逆転負けを喫してしまいました。さあ、それでは今日の香川対長崎のハイライトシーンをお送りします。白いユニフォームが長崎、そして黄色と黒のユニフォームが香川ファイブアローズです。まず今シーズン飯田の70個目のスリーポイントで香川リードからゲームが始まりました。一方の長崎なんですけれども、こちらの方は背番号14番、おととしまでこの香川ファイバーローズに在籍していました高平が2年ぶりにこの香川のコートに戻ってきて躍動します。レイアップシュート決まりました。そしてここは逆に小玉から最後しっかりとここで上田が決めていきました。背番号93番の上田です。一方ここは長崎の方も粘るんですが、ただここは背番号14番の久岡がしっかりと決めて、これで17対9とリードします。しかし長崎の方もここは同点に追いつきます。今日は山本、この人も今日は好調でした。山本エドワード、そして相原がレイアップから決めていきます。レイアップ
相原サインを一人旅を見せました。さあそして第2クォーターに入ります。ここはアギラールダンクシュートを決めて同点に追いつきました。今日は20点以上を叩き出しているマット・ボンズ、まあ、この人本当に試合前から注目選手と話していたんですが、今日もしっかりその活躍ぶりを見せてくれました。一方今日はリチャードソンがこの試合では最多25得点をマークしています。一方のこのリチャードソンは今日25得点香川のリードを牽引しました。そして今日加入のスパイクス、このスパイクスも今日はいい働きをしました。10得点でした。さあ一方の第3クォーター高平、そこからのマット・ボンズでした。今日は2年ぶりでも対抗の高平、本当にいつも以上に運動量を生かした好プレーが光りました。さあそして50対51、長崎リードのところから今は相原が倒れ込みます。そしてこのリチャードソンのシュート、今日25得点のリチャードソン、しっかりと得点を決めます。さあそして第3クォーターまだ56対51、香川のリードの場面、そしてここはスパイクス、しっかりこうダンクシュートを決めていきました。第3クォーターこのスパイクスのダンクシュートで58対51と7ポイント香川がリードします。しかしここからじわじわと追い上げを見せます。コーナーからのスリーが決まりました。背番号15番をつけましたジョーダン・ヘディング、そして4番のこのカリマタ、ジョーダン・ヘディングとそしてカリマタのスリーなども決まりました。長崎がじわじわと追い上げに成功しています。そして60対60の場面を迎えますが、ここは背番号6番をつけましたスパイクス、しっかりと決めてまた2点差、香川が62対60とリードします。最後ここはもう本当にブザービーター、ボンズが3を決めていきました。自らもボンズが3を決められるというこの27歳。ただ第3クォーター終了までは64対63、香川リードです。まあしかしここから長崎の猛攻が始まります。ボンズが決めまして、これで香川リードを許します。71対69、長崎のリードになります。そしてここはレイアップの高平、もう本当にこう2年前まで香川に在籍したという香川のブースターファンの皆さんに対して高平のプレーで恩返しという形になりまして、結局84対75で長崎が勝利しまして、これで長崎は7連勝ということになりました。さあ一方の香川なんですけれども、今日は第3クォーターまでリードを保っていたんですけれども、ただ第4クォーター長崎の速攻に、まあ、22点を失いまして、結局85対74で敗れました。ただ長崎ベルカの今シーズンの平均得点が90点を超えてますんで、そういった意味では、まあ、香川のディフェンス陣も今日はしっかり、特に第3クォーターまでは長崎ベルカを抑えたということになりました。さあいよいよ明日なんですけれども、明日は1時からゲームが行われます。ゲーム2はこの高松市総合体育館でゲーム2、
1時から行われます。まあ、そして香川にとりましては、先週が佐賀、今週長崎、来週は越谷という、まあ、強豪揃いなんですけれども、なんとかここで踏みとどまって、まあ、いわゆる降格圏内から抜け出したいところです。お送りしてまいりましたB リーグ 2022-23 B2 リーグ戦の第24節のゲーム1は、香川ファイブアローズ対長崎ベルカの一戦でした。結局ゲームの方は85対74で長崎ベルカが勝利しまして、長崎7連勝、香川ファイブアローズは3連敗ということで明日を迎えます。長崎ベルカが勝利しました瞬間をお伝えしまして、この辺で香川県高松市の高松市総合体育館から失礼いたします。